皆さんこんにちは、こんばんは、葉月まゆかです。今日はですね、まあこれ放送の終了もう2分後なんですけど、そうですね、放送の前に私料理をしてまして、そう、それで、まあ、作ったものをねご紹介したいと思います。ディディーン、もう食べちゃったよ。さっき食べちゃったけど、これ和風の、今日はですね和風ハンバーグを作っておりました。で、まあこれ乗ってるのがピンク色のおろし大根なんですけど、これに、はい、ですね、味ポンマイルドを入れまして、はい、今日はね、そんな感じでご飯を作っておりました。ちょっと横にするかね、これで見えるよ ね。あ、これ気にしないでください。あと、チラって私の七五三の時の写真が写っても、あんま気にしないでください。はい。よし、いただきます。もうね、お腹空いちゃって、まあこれがおろしポン酢のおろし大根のハンバーグなんだけど、あとこれがね、ピンクのごぼうのとキャベツの、まあ炒め物っていうか、サラダっていうか、まあシャキシャキしたやつだね。はい、マヨネーズをつけて、やっぱ美味しいです。なんかたまにこう自炊してなんか料理するのも楽しいですよね。私結構こう創作料理が多いんですよ。そうだからね、なんかすごい久しぶりに女子力上がった感じがして嬉しいです。そしてこれはね、きのこの、バター醤油です。バター醤油、きのこおっきい。いただきます。あ、いただきます。めっちゃ美味しい。バター醤油はもう安定ですよね。うまい。で、まあこれがメインですね。メインのハンバーグね。なんかこうデミグラスじゃなくてもさっぱりした感じでも全然美味しいよね。私結構デミグラスソースもいいんだけど、なんかこういうおろし系なハンバーグが好きですね。こんなんだよ。見てみて、ピンクの大根乗せてます。じゃあちょっといただきます。いくよ。めっちゃ美味しい。肉汁がね溢れ出るもんね。もうめっちゃ自分の料理絶賛してるけど、本当に美味しいですからね。ほんとねーね、こうやってマロンちゃんも食べたくなっちゃうほど、マロンちゃんも食べたくなっちゃうほど美味しいですからね。はいね。ということで、まあこんな感じですよ。プライベートご飯以上です。こんな感じ。じゃあもうね、この後はまゆかちゃん自分一人で黙々と食べるので、はいね。じゃあ皆さんお疲れ様でした。縁も竹縄なのでお疲れ様でした。じゃあいただきます。じゃあねー。